第172不評旅団はアメリカ陸軍にかつて存在した旅団の一つ。イラク戦争以前はアラスカ州の防衛を担当していたがドイツに移動し第5軍団霊下の重旅団戦闘団としてアメリカ欧州陸軍の主要な気候戦力を構成していた。本旅団は1917年8月5日アメリカ国民軍の一部としてロックフォードにおいて編成され、 第86不評師団の励下に配属された。1918年9月、第1次世界大戦に参加するため、旅団は師団の他の部隊と共により、フランスボルドーに展開したが、戦闘に参加しないまま休戦が成立したことから、アメリカ本土に帰国し、1919年1月に編成解除された。しかし2年後の1921年6月24日、 旅団司令部及び司令部中隊は再編成され陸軍予備役に配属された。第二次世界大戦中、旅団 HHC は師団から切り離されて第86偵察隊として1945年より欧州戦線に投入された。5月7日にはザルツブルクに所在しており、その後太平洋戦域での作戦に備えて本土に交代した。 9月7日、偵察隊はフィリピンに進出したが、これは9月2日に日本が降伏文書に調印した後であった。戦後、第86偵察隊は、第86機械化偵察隊に解消された後、1946年12月30日に編成解除された。しかし1952年7月9日、 第86機械化偵察隊は復帰編成され、陸軍予備役に配属された。1960年代初頭に行われたロード再編成計画の下で、アメリカ陸軍は旅団という編成単位を再導入することとなり、この計画の下旅団は再編成されることとなった。1963年5月20日、第86機械化偵察隊は、 第86不評師団の霊下に、第172不評旅団に改編された。そして1963年7月1日、アラスカ州フォートリチャード村基地において、旅団の編成が完結した。この時、旅団は、1個軽不評大隊と1個機械化不評大隊、そして1個戦車大隊から編成されていたが、1969年6月30日、機械化不評大隊は、 系表代替に改変された1974年には、戦車大隊も、系譜標大隊に改編されたが、1978年には、再び一個系譜標大隊と一個機械化不標大隊、そして一個戦車大隊という編成に戻された。1986年4月15日、旅団は再び編成解除された。旅団の装備と人員は、 新編された第6不評師団に引き継がれた。アラスカで演習中の第 172SBCT の兵士。1990年代後半、米陸軍再編に伴い、独立旅団というコンセプトが再導入されることとなった。これは、師団レベルの支援部隊から独立して、上級司令部から切り離された、遠隔地に配備されるものであった。第172不評旅団は、 この独立旅団コンセプトを適用される初の部隊とされ、1998年4月に復帰編成された。旅団は戦意防御旅団としてアラスカ軍の霊下に配備された。旅団の霊下には2個空中教習大隊が配属されたが、これは第101空挺師団以外の唯一の空中教習部隊であった。2001年、旅団は 全く新しいインターリム旅団戦闘団に改編されることとなった。インターリム旅団戦闘団は、後にストライカー旅団戦闘団に解消され、旅団の再編は2003年10月16日に完結し、第172ストライカー旅団戦闘団と解消された。2005年8月、イラクの自由作戦を支援するため、旅団はイラクに配備された。は、 モースルに駐屯し、新ナアー県において対反乱作戦を遂行した。この配備は2006年7月26日に終了する予定であったが、派遣期間は2006年11月まで延長された。この派遣期間延長は、旅団が帰国計画を発動し、一部の部隊がすでにアメリカ本土に帰還した後に発表されたため、これらの部隊はイラクにトンボ帰りせざるを得なくなり、 非常に不評であった。しかしこのイラク派遣の結果、旅団は武勇部大賞を受賞することとなった。派遣期間を通じて、旅団は26名の戦死者、350名の戦勝者を出した。また旅団に配属されていた10名も戦死した。イラクから帰還した後、旅団は編成解除された。旅団の人員、装備は、新編された第十五不評師団第一旅団に、 引き継がれた。2007年に発表された陸軍の成長計画において、陸軍はアメリカ欧州陸軍の励下に2個旅団を設置することとした。この不評旅団の一つとして、旅団は復帰編成されることとなり、2008年ドイツのグラーフェンベーアに移転した。旅団は第1不評師団、第2旅団の人員、装備を引き継いで再編され、この際、編成は、 重量断戦闘団のものが採用された。2008年秋には重量断戦闘団としての再編成を完了し、第172不評量弾戦闘団と解消された。旅団は2008年12月より3回目のイラク派遣を開始した。なお、旅団は2013年5月31日、ドイツにて兵隊した。 第172不評旅団戦闘団の組織図2010年12月現在、第172不評旅団戦闘団は、6個大隊と4個、中隊、約3800名の兵士によって編成されている。これらの部隊はいずれもドイツグラーフェンベーアに駐屯している。ありがとうございます。